お領域展開。とりあえずユージ、まあ大丈夫だとは思うんだ。相手は特級だけど。おお、国選まで出せるかは分からんけど、理解は深まったんだろ。おいおい、押してんぞ。一方的やん。でもどんな力持ってんだ。これが受体クソーズでいいんだよね。溶けてる毒。うん、とりあえず浴びたらやばい。でこっちもいるのよね。ごめん、どうしてもしげちにしか聞こえない。おおおお、モグラ叩き。いや、ほんとね。で、またこの剣ね。反撃はない。ほうほう、やっぱあのバンジーの条件を満たさないとっていう。ほんと？たまたま偶然ほんとかぶっちゃう。うわ、引き込まれてる。え、マジかよ。え、今の腕は？ん？うん、本当にね、うん、そう思ったよ。別個体？なんなの？ん？ん？あ、兄じゃっつった今。まだ増えるんじゃねえの。うんうん、大丈夫か。おい、本当に。全然形が違うけど。早い。ん？あ、そう、兄弟、うん、うん、だ呪霊なんだよね。あ、含まれていない。お使い、お使い？ん？あの呪霊？なんだなんだ。いや、呪霊ではあるんだろうけど。匂い、これなんかやばいの。ん、このままで済むか。本当に悲惨か。本当にラス1。おお、うん、本当に？
何の音？なんか垂れてる？何何何何、なんか生まれそうだけど、これが本体？これはこの呪霊？は？なぜ今になって？は？ 6？ え、どういうこと？何がどうなってんの？だいぶ大混乱してるんだけど。ん？え？何が起きてるの？ちょっと待って、整理する時間をください。ちょっと巻き戻す時間をください。早い早い。待って、何が起きてる？何？ 6 月？え？何？で？ん？なんで生まれた？ん？生まれたのか？何なんだあれは。ん？ん？最後の一体をやったらなんか生まれたぞ。で、あれ一人でやるしかないの？じゃあ、やっぱここで掴むのか？伏黒が。お使いはあいつだった。ん？やっぱ完全に頭が停止してる。教師？うん。うん。あ、違うの？俺てっきり予告の回想かと思ってた。やべえ。赤ちょ、どうすんのこんなの。あ、いやだってあの時なんで逃げたって言われた。やれる？ちょうどいい相手。もう五条先生がそういうの。本気の出し方。できてた。うん。進めない。
意識変えられた？てか変える？今。奥の手とその欲張るのは違うのか。今何もないけど、ふるべゆらゆら。意味が分かった？でもそうすると少なが、うん、ダーン。奥行きをすべて吐き出す。うん。うん。ブチ切れてる どういうこっちゃ。おお、領域展開。おい、不完全。うんうん、何がどうなってんだ。うわ、とらわれてる。うん、もう無限にへばりつくちょっと顔おおおおおお、ねえ2体。うわ、な今自分すらも、うん、作った。消し飛んだぞ。おうおうおお、入った入った、ズバッと。うわお、やった！うん、なんとなくは分かった。なんで指は回収。で、少な。気づいた。やばくない？あれ使って何したいの？やっぱあれで作らせるってか？今伏黒がやったことをうまく言語化するのはちょっと難しいけど、まあなんとなくは分かったよ。うん、問題児。他人と関わる上での最低。やべえ。伏黒自身にはしてないのね。いやでももうみんなのされたよ。
あ、そういう感じなんだ。で、なんで意識不明？はあ？じゃあ血つながってない？で、じゃあ積み木は違うんだ。全員じゃない。じゃあ今回の件が別件。うんうん、そのようだね。うんうんうん、理解できた。入眠？大きな気が。伏黒？うん。ユージは？なんか徐々に出てきそうなやつやな。背中？見ちゃった。うわ、なんじゃなんじゃなんじゃこりゃ。ごめんね。お前も謝るんかい。ごめんて。悪かったよ。
服着とけよ。なんだなんだ、なんか出たぞ。バチゴルシ何で、だ、1番から3番まであって、で2つ来たんでしょ。最後は温存されてんの、どうなので、今回のきっかけに、伏黒が限界超えた、伸びた、領域展開不完全だけど、でそれでいいと、完成すればあの中に全部閉じ込めて、その中で何でも作れるし、自分すらも式神もで潰されても別にそれはやられたことにならないし、別にヌエとかも召喚できるでしょ、これからも。で、だからやっぱそれ使って体でも作りたいってことなの？それくらいしか浮かばないんだよね。で、お姉さん血は繋がってないけど、姉さんは別の呪いで寝たきりになっている。何、どうしたの。ああ、朝でくたばってる。逆なん早いフォーメーションな、何言ってんのユージ。今度はカシラン？はい？私？バイ、いやなんじゃ。キラキラ星？なんなの？道を尋ねられただけ？五条先生ちょっと似合ってる。ああいうのいそう、なんかのだめとかに出てきそう。なんだ。共犯？共犯？共犯？何の犯行？でどこまで行くの？どうなの？五条先生のその封印のとこまで行かないか？これは。それが映画？いやでも映画は。なんか昔過去みたいなこと聞いたけど、分からん。どうしよう。ちょっと混乱はしたけども、まあ最後にはある程度整理はついたような気はするぞ。このまんまの勢いでいくか。どうせまた次も整理しなきゃいけないわけだし、ちょっとだけパパッと見返して大事なところだっけ。それでもまんまいきます。一旦切ります。じゃあ次回第24話最終話、共犯でお会いしましょう。